仙台市人事委員会の羽賀陽一委員長は今日、郡市長に今年度の市職員の給与について勧告しました。勧告では月給を 2.7%、平均で1万83円、ボーナスも 0.1 ヶ月分引き上げるよう求めています。月給・ボーナスともに引き上げ勧告は3年連続で、月給の引き上げ額が1万円を上回るのは39年ぶりです。羽賀委員長は、人材確保が課題となる中、若年層に重点を置いて給与を引き上げ、民間と市との給与格差を解消するなどと説明しています。結構大きな数字だなというふうな受け止めでございます。仙台市役所で働きたいという方々、優秀な方々を多く集めるためにも、初任給については厚くしていかなくちゃいけないんだなと。勧告通りになれば、行政職の年間給与は平均年齢 40.6 歳で21万1000円増えて632万円となります。